徳山駅。徳山駅は、山口県周南市三行通り2丁目にある、西日本旅客鉄道 JR 西日本の駅である。周南市、旧徳山市の中心駅である。駅の南側には、徳山下松港、徳山港が広がり、新幹線プラットフォームからは、臨海部に広がる、コンビナート群を眺めることができる。山陽本線の脇駅大道駅間各駅と、 岩徳線の全駅、山陽新幹線単独駅である新岩国駅を管轄する徳山地域鉄道部が校内に置かれた直営駅であり、当駅はこれらの駅の事実上の管理駅となっている。ただし、当駅が直接管理面での窓口となる対象は、山陽本線の下松駅と大駅間、岩徳線の高水駅以西のみで、それ以外の区間の駅については近接する直営駅に、 窓口の役割を委ねている。事務官コードは80万665を使用している。山陽新幹線と在来線の山陽本線との接続駅であるほか、山陽本線で隣の串木浜駅から分岐する岩徳線の列車も乗り入れている。新幹線は小玉の他に、のぞみ、桜のどちらかがおよそ1時間に1本停車する。また、土日や祝日、 また、多客機を中心に、臨時の望のみや桜も設定される。在来線が、京城駅舎を有する地上駅、新幹線が、高架駅となっている。在来線、新幹線とも線路が、東西に伸び、在来線駅舎のすぐ南に、新幹線駅舎がある。各駅舎へのアクセスは、駅の南北を結ぶ徳山駅南北自由通路を利用する。 プラットホームは、島式、短式の2面3線を有する。結番となっている2番線は、上り貨物対比線で、3.4番乗り場が島式となっている。各ホームは、京上駅舎で結ばれている。改札口、在来線口と新幹線駅舎への連絡通路、乗り換え改札を有する。新幹線口は、自動改札機が設置されているが、 在来線口には、愛国家自動改札機は設置されていない。山陽新幹線開業前には、山陽本線で運行されていた、特別急行列車、急行列車の大多数が停車していた。この名残で、倉敷駅も自駅間を走る、在来線優等列車が全廃した21世紀、初頭の現在でもプラフホームにはかつて運行された、列車の号車案内が記されている。 2014年9月6日より列車到着に合わせて、周南市出身の詩人、窓、道夫が作詞した動揺が流れるようになっている。上り方面は増産、下り方面は1年生になったら。新幹線駅は3階建て。高架下の2階部分に、緑の窓口、緑の券売機及び改札口、新幹線口、在来線上記者への連絡通路。 乗り換え改札を有する。1階は、出入り口と、団体待合室、駅連高ー事務所。ホーム部分を含む駅舎の南側は、徳山港を見渡すことができるガラス張りとなっている。16両編成対応、ホーム長410メートルの相対式ホーム2面2線、内側に上下通過線を挟むの、高架ホーム。カーブ半径が1、600メートルと厳しく、 通過列車は速度を時速 185km まで下げ通過をする2017年に行われた山陽新幹線のデジタル ATC 改善はアナログ ATC による制限を受けていたため時速 170km まで減速を強いられていた停車する列車は車体がカーブに沿って傾いた状態となるホームのさらに外側には保守用車留置線が備えられている かつては、徳山駅弁あたり株式会社が、駅弁の製造、販売を手掛けていたが2010年、平成22年3月に販売を終了した。同年7月以降は、徳山福センター株式会社が当駅限定の、弁当を新幹線改札内の売店販売している。1日の平均乗車人員は、以下の通りである。山口県の駅では、下関駅、 新山口駅に次いで第3位である。また、2017年度の1日の平均運輸取扱い収入は1856万1000円で、これは JR 西日本管内の駅で21番目、山口県内の駅では新山口駅に次いで2番目に多い。三池口は市中心市街地に面しており、商店街の買い物客や若者、会社員で賑わう。港口は 徳山下松港に面し、港には、スオーナダフェリーや大津島巡航のフェリー乗り場などがある。船乗り場までの距離が、最も近い新幹線駅という特徴を持つが、見行き口とは、打って変わって、換算としている。商店街は、郊外大型店への消費流出によりかつての、賑わいを失っているが、県内有数のビジネス街としての地位は健在で、企業の本社や支社が多く設置されている。 主な施設、企業、金融機関、宿泊施設、主な施設、企業、宿泊施設、徳山駅を中心とする、周南市の中心市街地は、モータリゼーションの進展や消費者ニーズの多様化、郊外への大型店進出等により、空洞化が進み、活力が失われる状況であった。周南市では、2004年、平成16年12月に策定した街づくり、 総合計画において、本事業を中心市街地の活性化や駅及び、駅周辺施設の利便性の向上を図る主要事業と位置づけており、順次整備を進めている。2005年、平成17年2月には、基本方針として、徳山駅周辺整備構想が策定された。2009年、平成21年12月には、徳山駅、北口駅前広場整備。 南口駅前広場整備、南北自由通路整備の基本計画が策定された。2013年、平成25年11月には、にぎわい交流施設の整備基本構想が策定された。三行口に6面のホームを持つバスターミナルを有する。市内に本社を置く傍聴交通の運行場の拠点となっており、周南市及び周辺地域への路線バスが発着するほか、 下記の高速バスが発着する。5分刻みに発車するよう時刻が設定されており、発車時には、傍聴交通の職員が、案内放送の上、発車ブザーチャイムを鳴らす。なお、一般路線バスについては、徳山駅前の乗り場、バスホームに応じた、系統番号が割り当てられている。詳細については、傍聴交通の当該校を参照のこと。 新幹線各列車の隣の停車駅は各列車記事を参照のことを楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。